あいつらもうまく逃げてりゃいいけど。気は確かかい？嘘じゃねえ。これが奴の本音なんだよ。欲望まみれの金の亡者ってこった。デタラメを言うな。北川君だって思ったでしょ、まだらめのことなんかおかしいって。信じたくないかもしれないけど、ここはマダラメが見ているもう一つの現実。マダラメの本性なの。こんなおぞましい世界が。お前ら一体何なんだ。腐った悪党を改心させる集団ってとこか。確かにお前らの言うことが本当なら、俺の知る先生などどこにも。目覚ませって。だがそれでも10年置いてもらった恩義だけは消えない。許すってのかよ。このままじゃお前。大丈夫？頭の理解に気持ちがついていかない。悪いがのんびりしていられないぜ。すんごい警戒されてる。さっさとずらかるぞ。
口は目の前だってのに。誰？嘘。ふざけた格好しやがって。王様の次は殿様かよ。ようこそマダラメ画伯の美術館へ。先生なのですか、その姿。最低。嘘ですよね。あんなに素晴らしい格好は演出だ。有名になっても暴れ屋暮らし、別宅があるのだよ。女名義だがな。ハハハ、笑わせるわ。なぜ盗まれたはずのさゆりが保管庫に。本物があるのに、なぜたくさんの模写を。聞かせてくれ。あなたが先生だというのなら。まだ気づかんのか、青二歳目。盗まれたなど私が流したデマだ。全部計算し尽くされた演出なのだよ。どういうことだ。例えばこんなのはどうだ。本物が見つかったが公にできない事情がある。特別価格で譲りたい。どうだこの特別感。俗人どもは大枚はたいて食いついてくる。そんな。絵の価値など所詮は思い込み。ならばこれも正当な経済行為だ。まあガキには想像できんだろうがな。さっきから金金金。道理でこんな気持ち悪い美術館ができるわけだぜ。てかあんた芸術家なんでしょ。盗作とか恥ずかしくないわけ。芸術など道具に過ぎぬわ。金と名声のためのな。お前にも稼がせてもらったぞ、ユウスケ。ムカつくけどよ、あれがお前の師匠だ。なら、あなたの才能を信じている者は、天才画家と信じてきた人々は。これだけは言っておいてやる、ユウスケ。この世界でやっていきたいのなら、私に歯向かわぬことだ。私に意を挟まれて出世できると思うか。こんなやつ世話になっていたとは。ただの善意で引き取ったとでも思っておったのか。有能な弟子を集め着想を吸い上げれば、才能ある目障りな新芽も摘み取れる。着想をいただくなら、大人よりも言い返せん子供の将来を奪った方が楽だ。なんてことを。家畜は毛皮も肉も剥ぎ取って殺すだろうが、同じだバカ者め。喋り疲れたわい。そろそろ。許せ。許すものか。お前が誰だろうと。
長年飼ってやったのに結局はあだで返すか、クソガキめ。者ども、続行しますしろ。下がってて。面白い。え？事実は小説よりきなりか。北川君？そんなはずはないと、長い間俺は自分の瞳を曇らせてきた。人の心眼すら見抜けぬ節穴とは、まさに俺の眼だったか。ようやっと目が覚めたかい？真実から目を背ける貴様こそが何より無様なマガイム。たった今決別するのだな。いざや契約、ここに結ば。我は汝、汝は我。人世の美醜の誠のいろは、今度は貴様が教えてやるがいい。よかろう。来たれよ、コエモン。絶景かな。まがいものとて、こうも並べば相関至極。悪の花は栄えども、醜悪、俗悪は滅びる定め。おりゃすごいぞ。ふん、生きがいよって、何も知らずに死んでるふがいいわ。出られ出られ。貴様を親と慕った子供たち、将来を預けた弟子たち、一体何人踏みにじってきた。いくつの夢を金で売った。俺は貴様を絶対に許さない。望むところだ。マダラメ様の御前である。図が高いぞ、侵入者ども。勉強させてもらったよ、マダラメ。心眼を見抜くには時に冷徹さがいること。心置きなく貴様を見定めさせてもらう。俺のゴエモンと共に。ビビってんのか？そうだ！
しい未来をドブに捨てたんだ。貴様の絵描きへの道、あらゆる手を使って刈り取ってくれる。まだらめ、私に歯向かったことを一生かけて食い抜がいい。待って、なんて動かない、体力限界でしょ。無理されても足手まといだから。情けない、言うこと聞いとけって。本当はずっと前から気づいてたんでしょ。俺はそんなに僕年人じゃないさ。数年前から妙な連中が出入りするようになったし、盗作も日常茶飯事だったけど、そんなの認めたくないじゃないか。世話になった人がそんな。どうして北川君はまだらめのとこを出ていかなかったの。さゆりを書いた人だし、それに特別な恩義もある。育ててもらったからか。俺には父がいない。母親が一人で育ててくれたらしいが、その母も俺が三つの時事故で死んだ。その時俺は先生に拾われたんだ。母も生前先生の世話になっていたらしい。らしい？母のことも正直あまり覚えていない。だから先生を親と思って尽くしてきたつもりだったが、先生は変わってしまった。
自分の原点であるさゆりまでもあんな風に。いろいろあったんだな。お前たちが盗作だのと言ってきた時、内心じゃ気づいていたんだ。だからこそ拒んでしまった。俺は逃げてたんだ。すまない。ああ、自分をごまかしてきたことと向き合う、そのきっかけをくれて感謝している。真面目すぎんだよお前。そんなんだから行き詰まっちまうんだよ。俺なんかもっと適当だぜ。本当そう。これからどうするんだ。わからない。まだらめが変わっちまったもんはもうしょうがねえ。けどよ、俺たちなら心を変えられんだ。野郎の罪を野郎自身に償わすことができる。そういえば改心がどうとか言ってたな。聞いたことねえか、心を盗む怪盗団の噂。今更かよ。説明は全部あと。走って。なるほど。それでその体育教師は心が入れ替わったと。心を盗む怪盗、実在したとはな。ああ、信じるしかない。あんな世界を見た後じゃな。それでお前たちは斑目先生、斑目を改心させるつもりってことか。俺も加えてくれ、怪盗団に。もっと早く現実を見ていればこうはならなかったのかもしれない。画家としての未来を奪われた多くの門下生のためにも俺が終わらせなければ。それが曲がりなりにも親だった男へのせめてもの礼儀だ。礼儀か。いいんじゃねえの、どうせまだらめやんだしよ。失敗すると廃人になるかもだぜ。防ぐ方法も分かっちゃいるが絶対はない。気がけに話したよな。まだらめは美術界を牛耳る存在だ。
あらゆる団体とコネクションを持っている。俺ごときが声を上げたってもみ消されるだけだ。やるしかない。北川君、取引成立だぜ。怪盗団の仲間が増えたね。よろしく、ユウスケ。足引っ張んなよ。全処しよう。あれはつまり作戦だったわけか。大胆だな、高牧さんは。私じゃないし、こいつらよ。仕方ねえだろ、ユウスケがヌードヌード言うからだよ。俺は諦めてないぞ。諦めろ。で、そういえば現実のマダラメどうなったかな。私とユウスケ相当ヤバい状況だったけど。それならここへ来る前に連絡を取った。俺は高牧さんを追いかけていたことになってる。それと君らの説明通り、シャドウとのことは本人は知らないようだ。あいつなんて。女子高生一人捕まえられないのかと警備会社に愚痴っていたよ。でも怒りが収まらないようで、全員告訴してやると言っていた。相当警戒されてんぜ、それ。告訴とか必死すぎでしょ。実はまだ何か隠してるとか。動くとしても個展を終えてからだろう。期間中に秋分が経つのは向こうが損だ。ヌードの件が済んだと思ったらこれか。告訴を回避するにもその前に改心だな。やっぱり作戦期間は個展の会期中ってことだな。ところで、これは何だ。あ、猫だけど。喋ってるの。文句あるのか。いや、そうじゃないが。なんで。ちょっと人とテンポ違うよね。この我が輩を描こうってのか。ちゃんと素材の良さを引き出せよ。気安く触んじゃ。黒あんみつを注文しようと思ってな。黒猫から連想したな、こいつ。はあ、金を持ってこなかった。やっぱこの人変。いやいや違うだろう。